どうも皆さんこんにちは。クラシーのインドアライフチャンネルです。今回は100均の刺繍グッズ、特に刺繍糸についてご紹介したいと思います。少しでもいいなと思っていただけましたら、ぜひチャンネル登録をお願いします。それでは早速やってみましょう。今回は100均で揃えられる刺繍のグッズの中から刺繍糸についてご紹介したいと思います。私がよく使っているのは、たまたまなんですけれども DMC さんのものが多いです。メーカーによって若干色の種類といいますか質感は違ったりします。で、糸の長さなんですけれども 8m ですね。一般的にフランス刺繍でよく使う糸の番数が25番なんですけれども、8メートルになっています。で、こちらの刺繍糸は8メートル2本入りなので若干多いのかなと思います。ただ色の種類は圧倒的に少ないです。今パステルカラーシリーズ、北欧カラーシリーズ、他にももっとはっきりした色のとかいろいろあったんですけれども、白を探していったんですが白はありませんでした。ということでこの色と決めて探していくにはやはり手芸店の方がいいかなと思います。手芸店だとこれが1本で100円前後ですね。でもちょっとだいぶ使ってしまっているので減ってはいますけれども、こんな感じです。で、リボン刺繍される方、リボン刺繍用のリボンってなかなか手に入りにくいかなと思うんですけれども、セリアさんで見つけました。メートル数が2メートルですね。これが7ミリ。ちょっと比べられないかもしれないんですけれども、7ミリのものです。木馬さんっていうところのものですね。リボン類たくさん出しているところです。リボン刺繍用のリボンも木馬さん、とても豊富です。種類が多いのでよく使っています。多少高いですかね。300円からといったところだと思います。で、メートル数は幅によって違ったかな。こんな風に種類が豊富なのはやはり専門店かなとは思います。ただちょっとやってみたいとか練習用には100均のもの優れてますので、もし見つけたらトライしてみるのはいいと思います。刺繍用の針も一緒に売っていました。リボン刺繍用のセット、お花とかを1色2色とかで刺そうと思うと、道具揃えるだけで、枠は別にしても1000円以上はかかってしまいますので、それに比べたらちょっとやってみたいっていう方にはおすすめだと思います。出してみますね。綿 100% ですね。私は DMC さんよく買いますけれども、他にはコスモさんとかオリンパスさんとか、たくさん種類あると思います。手に入りやすいものは取り扱っているお店によって変わってくるかなと思います。光沢とかも特に問題ないと思うので、遜色はないかなと思います。好きな色が見つかる、ようでしたら100均でもいいかなと思います。私は100均さんで見つけたらラッキーくらいの感覚でいつもいるので、これっていうものを探したいときはやはり手芸店さんに行きます。今回は糸と針を探しに行ったんですが、枠の小さいのを見つけました。なんかでも若干歪んでる気がする。なんか楕円っぽくないですかね。これいつも私が使ってるものなんですけど、見た目が全然やっぱり違いますね。この辺は仕方がないのかな。なんかちょっと金具も怖い。壊しそう。あ、どうしよう、戻せなくなっちゃった。ですね。やっぱりちょっと歪みがあるので、その歪みにで変な癖がついてしまってるようですね。あまり期待はできない気がします。まあでも小さい枠探してる人にはいいかも。100円だし。ちょっと黄色は同じような色のを持ってなかったんですけど、でも、別に電飾持ってるわけじゃないので、近いといえば近いですけど、やっぱり若干違いますね。好きな色が見つかったら、そちらをお使いになるのは特に構わないかなと思っています。なんか何色も結構出てましたので、お好きな色をいくつか見つけていただいて、組み合わせで刺繍を楽しんでいただけるには十分かなと思いました。それでは以上となります。今回は100均で買える刺繍糸についてご紹介しました。改めてにはなりますが、少しでもいいなと思っていただけましたら、ぜひチャンネル登録をお願いします。